静岡県浜松市を流れる愛宕川で遊んでいた大学生。すると。溺れてね。大丈夫。川に流される女の子二人の姿が。普通に危ない。溺れていたのは、川遊びをしていた8歳の女の子と、それを助けようとした13歳の女の子。動画が撮影された直後、現場に居合わせた大学生が取った行動が。溺れた女児2名を発見すると、友人と連携して救助されました。浮き輪を投げ入れるなどして、女の子2人を救助したのです。協力したのは、中京大学の3年生7人。昨日、警察から感謝状が贈られました。ありがとうございました。ただ救助は一筋縄ではいかなかったといいます。自分は泳げないんで、その岸まで持っていくとかできなかったんで、足もつかないんで。栗岩さんは泳げないにもかかわらず女の子の元へ。そのピンチを救ったのは、他の人が浮き輪とか持って助けに来てくれて、自分一人だったら普通に俺も溺れて死んでたって感じです。仲間がいてくれてよかったです。本当に大学の仲間たちでした。7人で協力し、全員無事だったということです。警察は溺れている人を助けるときは、救助する人の安全を確保し、周りの人と協力してほしいと話しています。